三里駅は奈良県伊古間郡三号町縦の南2丁目にある西日本旅客鉄道関西本線の駅である。駅番号は JR930。大和地線の愛称区間に含まれている。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。ホーム有効長は8両編成分。駅舎側ホームが 王子方面行き、古線橋を渡って反対側のホームが天王寺方面行きである。ただし、ホーム自体は将来的に島式、短式複合型に面3線のホームへと変更できるようになっている。王子駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅である。かつては緑の窓口があったが、 2014年2月13日をもって営業を終了し2月14日より緑の券売機プラスが稼働した IC カード乗車券 i c o c が利用することができる一部時間帯は無人となるそのため改札機券売機生産機付近にはインターホンがあり無人時間帯はコールセンターのオペレーターが対応し各種機器を遠隔制御している 2018年度の1日平均乗車人員は2035人である。各年度の1日平均乗車人員は以下の通りである。ここから県境にかけては亀の瀬と呼ばれる山和川沿いの難所で歴史上この街道に何度も地滑りの被害をもたらしてきた。関西本線自体が地滑りで普通になってしまうこともあった。 特に1932年1月に発生した地滑りは、隣の河内県城駅とこの駅の間にあった、亀の瀬トンネルを崩壊させ、関西本線を長期にわたり分断した。分断されている間は、トンネルの両出口に臨時乗降場を設け、その間を徒歩連絡した。同年大晦日にこの区間は復旧したが、ルートは変更されている。これが現在線である。 現在線の対岸がかつてトンネルがあった場所で、究曲線で大和川を渡り、また対岸に戻っていく不可解なルートを取るのは、この地滑り地帯を避けたためである。ちなみにこのルート自体もトンネルのある山の地滑り対策工事が行われており、難所である。2017年10月22日、台風21号が付近を通過した際の豪雨により、山戸川が決壊し、 当駅のホームが冠水し列車が運休した。ありがとうございます。